おお、あきちゃん、久しぶり。お久しぶりです。しばらくの間お世話になります。助かります。まったく、いい年してフラフラして。ほら、久しぶりに来たんだからさ、姉妹同士仲良くしないと。別に仲悪いわけじゃないわよ。お前の言葉にはいちいちトゲがあるっていうかさ。まあ、あきちゃんも上がってよ。はい、お邪魔します。友達に会うために都内に出てきた私は、しばらく姉夫婦の家に泊まらせてもらうことにした。そして久しぶりに会った姉は、相変わらず口が悪く、気が強く、何も変わっていなかった。この部屋用意したから好きに使って。うん、ありがとう。まったく、いつまでも遊んでないで落ち着きなさいよ。いいじゃないか。よくないわよ、仕事もしてないのにこんな風に遊びに来ちゃって。昔からこの子は人気なのよ。はいはい、ごめんなさいね。だいたいあんたは昔から生活が地味で、全然彼氏とかもいないし、そんなんでこの先大丈夫なの？この先って？あのね、もうその年だし、結婚してたりとか子供作ったりとかしてなきゃおかしいでしょ。でもあんた彼氏の一人もいないじゃない。そもそも男性経験あるの？あ、それくらいあるわよ。どうだか、どっちにしてもきちんと将来見据えてお付き合いしてる人とかいないんでしょ。今から結婚相手探して、それで子供作ってってきちんとできるのかしら。何も知らないくせ。なんか言った？お姉ちゃんだって子供いないでしょ。私はまだいいのよ、結婚もしてるし、時間の問題なんだから。でもあなたは違うでしょ。お母さんだって心配するわよ。まあまあ、そういうのはさ、人それぞれだから。そうやって、いろいろなあなあにしてるからいけないのよ。前から言おうと思ったんだけど、あなたのそういうところも問題なのよ。もっとビシッとしてって前から言ってるじゃない。洗濯物も出しっぱなしだし、電気もつけっぱなしだし、二人で決めた決まり事だって全然守らないし。いや、決まりってだ、それお前が勝手に決めたこと。あのね、私の言う通りにしてれば間違いないのよ。あなたもアキもきちんとしないから心配して言ってるんでしょ。わかる？ああ、わかったよ。あの、ちょっとごめんなさい、トイレ行きたいんですけど、教えてもらっていいですか？ああ、案内するよ。こっち。こっち。でもさ、さっきは助かったよ。あいつ、ああなると長いからさ。あきちゃん、嫌な思いさせてごめんね。いいえ、昔からこうですから。え？結婚しても全然変わってない。え？そうなの？長女で昔から甘やかされて育ったせいか、自分の考えを正しいと思って頑として譲らないんです。昔からそう。ああ、そうなんだ。トイレは？あ、私大丈夫です。
そっか。じゃあ俺入っちゃうね。どこ行ったのよ。お兄さんも今ちょっとトイレ行ってる。ねえ、あのさ、お姉さんってさ、その妊活とかってしてるの？何聞いてるのよ。ほら、同じ女として聞いておきたくて、人生の先輩だし。そうね、やっぱ私も若くないからちょっといろいろやってるのよ。やっぱり焦ったりもするし、あの人も協力的じゃないしね。あんたちょっとちゃんとしなさいよ。もう分かってるよ、お姉ちゃん。いけ。うん。今日出かけるんだよな。うん、佐藤さんの新居に行ってくる。あなたお休みなんだから、夕ご飯の準備とお風呂沸かすくらいやっといてね。休みって言ったってさ、俺だって家で仕事してるんだからさ。何よ、少しぐらい家のことやりなさいよ。分かった？じゃあ気をつけてな。うん、じゃああと頼むわよ。いってきます。はあ、ちゃんと家のことやってくれたみたいでよかったわ。したの？なんか変じゃない？ん？そうか。なんでもないぞ。私ちょっとしっかりしなさいよ。どうしたの？なんかもぞもぞして。あ、いや、なんでもないんだ。お腹痛いんですか？大丈夫？あ、いや、そうじゃなくて、知ってるくせに。え、何？あ、いや、なんでもないんだ。なんでもない。